加藤景忠五月二十一日は、戦国時代の武将。海の国鶴群上野原の国衆。海、武田氏の家臣。鶴群上野原上主父は、虎家。端金氏を継いだ、矢後ろ正久は弟。初見史料は、永禄四年で、越後国の上杉謙信の関東侵攻に際し、武田氏と交渉同盟を結ぶ相模国御法上氏は、 加藤氏に援軍を要請し、影忠は武田信玄から北条氏康のもとへ派遣され、武蔵国由井において在陣している。なお、永禄4年頃に父の虎家は死去したと見られ、この頃に家督を相続したと考えられている。紅葉軍艦によれば、加藤氏は軍内領主の小山田氏の帰化にあったとされ、翌永禄5年には、 小山田氏と共に、ご法上市支援のために、関東へ出陣している。A69 年12月には、現在の上野原市上野原に鎮座する、和紙神社法殿、牛草神社本殿の造営を行っている。A61 年、武田氏の駿河国今川領へ侵攻し、これにより、交渉同盟が破綻する。a 6十2年10月には、小山田氏と共に、 武蔵国滝山城を攻め、さらに後北条氏の本拠である小田原城も攻撃し、三瀬峠の戦いにおいても活躍したという。その後の動向は不明であるが、天正5年以前に死去したと見られている。上野原市保福寺蔵保福寺過去町に記される命日によれば、天正3年5月21日の長篠の戦いにおいて戦死したとも考えられている。母所は、 保福寺影忠の没後加藤氏は武田一族の勝沼信元三男を養子に入れ貞影として継承したというありがとうございます